はい、僕です、今日は、こちら羽田空港に来てます。いやもう最高の天気で、はい、でちょっと今日はこれからちょっと羽田空港で飛行機乗って長崎正解正解は鹿児島ですけど、はい、鹿児島長崎である、スタンステーション長崎っていうイベントに、行ってきたいと思います。でスケジュール的にはこれから飛行機に乗って、鹿児島に行きます。で今さっき長崎って言ったやんけと思うと思うんですけど、一応ですね今回出店にあたって、鹿児島のお店でちょっと車をお借りして、鹿児島から長崎に行ってイベントに行きます。で長崎から鹿児島にまた戻ってきて、帰ってくるっていうスケジュールになります。でちょっと距離感が僕分かんなかったんですけど、聞いたらなんか九州の一番下から上でだいたい東京でいうと名古屋間にちょっと東京名古屋間よりちょっと距離が短いぐらい、なんでまあまあなスケジュールだと思うんですけど頑張って行っていきたいと思います。いやそれにしても本当に最高の天気だな。ちょっとカメラマン晴れ男らしいんでちょっとそれに期待したいと思います。行ってきます。はい、鹿児島に着きました。でこれからちょっとレンタカーを借りて、ちょっと車をお借りするショップさんにちょっと、行ってきます。車をお借りするのがグランツコートさんっていう空港からすぐ近くのショップみたいなんで、ちょっとこれから、行ってきます。これですか。はい、ディーゼルです。うわー、やった。はい、今回の旅のお供ハイエースです。タイムさんでお借りしました。はい、今グランツコートさんに到着しました。でこれからちょっと車をお借りして、はい、長崎もすぐ行きます。すぐ行きましょう。はい、すぐ行きたいと思います。グランツコートさん気になる車が入ってるんでちょっと見たいんですけど、ちょっとそれは、ちょっと帰ってきてから、はい、取材店舗紹介で、はい、ちょっとやらせていただくんで、はい、ちょっとまた後でご紹介させていただきたいと思います。あれかな、持ってく車もチラッとでいいかな。お借りする車がこちらの R8 になります。はい、ちょっと仕様はちょっと会場でご紹介させていただきたいと思います。ダンスですか。ちょっと動画撮ってもいいですか。災害級大雨の音で29日から7月1日までドンピシャじゃん西日本豪雨に類似だったよ。どこ、場所はどこあたりですか。ちょっと待って、いやもう九州全体みたいな海陸港閉鎖とかだって九州北部が最大200ミリから300ミリだよ。九州南部100ミリから200ミリ。でも大丈夫、僕ら南部ですか。これ帰れないパターンかな。なんちゃありますよね。まあまあ天気悪いよね今も。打ったりやんだりしてる感じかな。まあでも大丈夫です。カメラマン晴れ男なんで。
それを信じるしかねえ。はい、で今明日のスタンスネーションの会場でもあるハウステンボスに今着いたんですけど、ちょっと早く着きすぎたのと、あの天気もこんなんで風もちょっと強いんで、ちょっとテントの設営をちょっとあの明日の朝にして、車だけちょっと止めて、今日これで終わりにしたいと思います。はい、であれかな、ホテルに戻って休養、休養です休養とちょっと長崎ご飯をちょっと食べて明日に備えたいと思います。撮ってる？撮ってます。すごいね。っていうか湿度がすごすぎてもうレンズ曇っちゃダメね。ちゃんと撮れてなかったらすいません。そもそも風もめっちゃ強いんで、ちょっと本当に撮れてなかった、ごめんなさい。とりあえず明日雨が降ろうが何しようがとにかく開催するらしいんで、はい、さっき言ってました。何かしらはお届けできると思います。はい。ちょっと届けるものがちょっと見るに耐えないものになっちゃうかもしれないですけど、はい。何かしらは届けますんで、はい。今日ちょっとね早く着きすぎたねこれね、はい。誰もいません。申し訳ないですけど朝早めに動いて、はい、ちょっと早めにやる感じで、わかりました。